マティアス・アドルフォ・カルダシオ・アラグイチは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。自国ウルグアイリーグのナショナルの一員として2006年にキャリアをスタートする。2007年には、ウルグアイの20歳以下の代表として、FIFAU-20 ワールドカップで全試合に出場し、ゴールこそなかったもののチームのベスト16に貢献。その後、ラツヨや、 ユベントスなどが興味を示し、特にローマは積極的に獲得に動いていたが、2008年の夏にイタリアセリエへのミランと4年契約をした。AC ミラン副会長のアドリアーノガリアーニが自身への誕生日プレゼントとして、同国出身のタバレビューデスと共に獲得したので、あるが2009年8月29日に双方合意の元契約解除した。 2010年1月29日、バンフィールドに移籍した。欧州連合パスポートを保有している。U-20 ウルグアイ代表として 2007FIFAU-20 ワールドカップに出場した。2008年には A 代表にも選出されている。ありがとうございます。